こんばんは、はるかぜみなです。本日はですね、あの、アイデアの揉み方と申しまして、お話をしていきたいなと思っております。えっと、今私は、あの、屋上コミュニティといって、あの、吉野さやかさんのコミュニティに、あの、入ってるんですけど、その時に、あの、なんか今後マルシェの予定があると。で、それで、まだ募集も分かってないし、募集要件も何にも分かってないんだけれども、自分が出るとしたらどうしたらいいかなっていうのを、ずっと揉んでたんですよ。 その会場がなんか結婚式場みたいな場所ですごい華々しかったのでじゃあこの場にふさわしい私の展示はどんなものかなっていうのをね妄想し,し,してたんですね例えば私は今回やっぱりこうヨニワンドをですねヨニワンドを売っていきたいと届けていきたいという思いがありますのでこれを会場で売りますとじゃあ売り子さんは どんな人がいいかなどんな格好がいいかなっていうのを一個一個揉んでたんですよ。例えば結婚式場だから、なんかこんなドレス着たり、で、今まで、こう、スタッフさんに入ってもらうときには、服装の指定もしなかったけれども、でもやっぱりなんか、あの、愛ちゃんの、 えっと、商品の販売見てるときに、あの、展示会やってるときにね、スタッフに服装を指定してるのってすごく素敵だなって思ったんですよ。なんか、その時は、まあ、黒の、上下黒セットで、でそれで、あのー、服には、ポスカかな何かで、あのー、白い模様が書いてあって、なんかそれが、すごく、 あこの人に相談すればいいんだな、この人がスタッフさんなんだなっていうのが、パッと見てわかるようになっているから、なん来場されたお客さんが誰に話しかけたらいいのかっていうのをわかりやすいし、やっぱりマネキンとしての機能があるから、見た目ってやっぱすごく大事だなと思って。で、今回、なんか展示会の会場が、なんか結婚式場みたいなシャンデリアがあって、もうすごい華々しいところだったから、 あ、なんか、ヨニワンド、私のヨニワンドの販売の仕方って、あの、なんかナチュラルな感じで売りたいから、なんかこう、ドレス着て、ハッピーちゃんみたいに、前のね、こう、花冠を、こういうのを、つけて、売り子さんとして立てたら、すごい視認性がいいなと思ったんですよ。外から、来た人が、あれ何なんだろう、みたいな。 感じで、引きが強いなと思ったんですね。だから、ちょっと今回、販売する時の格好は、なんかウェディングドレスを着て、花かもりをつけて、販売したいなって。それで、この色彩も、展示する時の装飾も、ナチュラルな、これドライフラワーの葉っぱを、こう、敷き詰めて、で、それでヨニワンドを販売したいって。 で、この時にまた考えたのが、あれ、匂いとか、どうしようかなと思った時には、えー、っと、なんかル、ルームフレグランスがあるから、あの、みかんの香りが好きなので、なんかみかんの香りを、その空間に巻いて、あとは、音楽も、ブルートゥースで、なんだろう、こう、 無印良品で流れている、私、ああいうアイルランドとか、ああいう国の音楽が好きなので、あの、ナチュラルな感じのイメージで音楽が流せたらいいなと。で、ヨニワンドだけだと、ちょっと、こう、見栄えが面白くないなと思ったので、なんか本も売りたいなと思ってて、本は、あれなんですよ。あの、ヨガ、愛のヨガの本を、 書籍の本の宝ところに並べたいなと思ってますね。今ご覧いただいているのは、あの、原宿の、ラホーレ原宿にあるラブピースクラブの展示なんですけれども、あの、性のね、もの、グッズがいっぱい売っているんだけれども、そこで、あの、書籍も売ってるんですよ。性のことに関する、あのフェミニズムに関する本が売ってて、なんかこういう風になんか、 本本がが並んでるるとへこういういあ何か,かそのお店自体の大事にしてることだとかが伝わるなと思ってたので昨日話した時みたいになんか花房観音さんの小説並べたりとかこう女性と性のぶつかり合いみたいな写真集を置いたりとかしてこう伝えていけたらいいなと思ってますね。これもも棚だだけけけ見てるるででわかると思うんですけど上の方に ちゃんとこうお花飾ってあったりとかしてなんか私もやっぱ植物があるとその場がすごい柔らぐなっていう印象がお買い物してるお店でよく思ったのであの伝ヤ書店とか植物置いてあるじゃないですか造花だけどああいうふうにあの緑の柔らかさを味方につけて展示をしていけ,いけたらいいなと思っていますこう展示の仕方って やっぱり意識してみないとなかなかアイディアって湧いてこないんですよね。自分が何を見ていいなって思ったのかなとか、どこに心が惹かれたのかなっていうのは、日々、えっ、ー、と、お買い物してる先できっと見つかると思います。私はいつも、あ、なんか展示会がある、近いなって思った時に、あ、まだ募集かかってないけど自分が店を出店するんだったらどんな、 袋にを用意したらいいかなどんなスタッフさんにいてもらいたいかな、えー、どんな展示にしたら自分は嬉しいかなっていうのを意識して、あのー、新宿の伊勢丹歩いたりとか、あのー、ニューマンズ歩いたりとかして、じーって見て、あ、これ真似できそうだな。これを今度の展示会で採用しようとか、思って、よく真似します。これも引き続き、ラブピースクラブさんの展示なんですけれども、 なんか私が何、これを見た時に自分が何に心惹かれたのかっていうのをやっぱ意識するのはすごく大事で私はやっぱりこう壁面がこれだけ大きく黄色が使われているとやっぱり目を引くんですよねなんかポップな色使いのものにすごい心惹かれるのでこうお店に行った時に自分が目を引いたものを見つけて分析してじゃあそれを自分の展示会に反映していく なんかね、これ前使ってたエルビーってやつなんですけれども、これもそのもののパッケージだけ並べて商品並べたら何のこっちゃわかんないんですよね。この右上にあるようにどういう商品ですよっていう説明が、まあ、スタッフさんがね、そんなに十分ではないならば、こういう風にどういう商品でどういう思いで作られてますみたいな書き、書いてある文章があるとね、すごく親切だなと思って、これもちょっと自分のスタッフさんに の人数に合わせて用意できていったらいいなと思っています。こういう風な展示とかね。実際に今、あの、なんだろう、私も田舎に住んでる時って、そんななんかね、華やかな展示方法とか見る機会がなかったから、そういう時には、じゃあどうしたらいいのか、情報収集の方法はどうしたらいいのかっていうと、Pinterest っていう無料のアプリがあるんですよ。 そのピンタレストを使って検索すると、例えば展示会とかマルシェとか検索すると、様々な、なんかおしゃれな展示会のね、写真がいっぱい出てくるので、それを見て観測するんですよ。何がいいかなって、何が好きかなって、どんな風に展示したいかなっていう風に、情報収集していくんです。あの、思考は現実化するとか、あの、データもらいとかいう言葉がありますけれども、見るんです。 何が自分が好きなのか、何に自分が心が震えたのかっていうのをじーって観察して、それを自分の中に落とし込んでいくで。それで、あの、形にしていく。私も今日、ぼーっとしてるときに、ああ、せっかくだから音楽流せたらいいなとか、ああ、せっかくだから、 あの、なんか、花嫁さんみたいな格好できたら、私自身も気持ちが上がるし、あの、スタッフさんも綺麗な格好してたら、なんかすごい楽しいだろうなって。なんか、お祭りみたいな気持ちで、あの、ヨニワンド販売できたら、すごく楽しいんじゃないかなって、思って今、揉んでいるところです。で、おいおい募集したいなと思ってるのが、えっ、ー、と、ヨニワンドを使ってくれた人で、 あの決済機能のスクエアが余裕で使える人が愛想が良くて綺麗で福岡の2月24日これ毎泊ですねで25日本番の日この2425に行ける人っていうのを条件にしてあの近々募集かけられたらなって私がもちろん出店を受かってからですけれどできたらいいなと思っているところです聞いていただいてありがとうございました あの、t e r e s t は自分が住みたいお家だとか、なんか自分の好きな服とか探す時にもすごく有効なツールなので、データもらいをしたい。何か自分が好きなものを探したいっていう時にはすごくおすすめのツールですので、ぜひ使ってみてください。今日もお疲れ様でした。おやすみなさい。